阪神の2軍に中村紀洋2世が現れる。18年ぶりのリーグ優勝に向け、首位をひた走る阪神。ドラフト1ルーキー森下翔太が打線の中軸として奮闘しているが、将来が嘱望される右の大卒1年目スラッガーは森下だけではない。育成入団1年目でファームのクリーンアップを張っている野口恭介に要注目だ。8月に入ると4本塁打、2度の猛打賞と打撃でアピールし、55試合出場で打率2割8分4厘、6本塁打、16打点。他球団のスコアラーは、遠くへ飛ばすだけでなく、コンタクト能力も高い。打率も残せる選手だと思います。完成形は中村紀洋さんですかね。と分析する。野口恭介、2000年7月生まれ。長崎県雲仙市出身の外野手。2022年の育成1位。背番号は121。創成館出身か川原と同級生やろ確か。野口は間違いなく支配下やろうからその分解越されるやつが増える。今岡は有能だったね。ロッテで何もしてないって言われてたけど、北川も野口覚醒させた利用やってると思う。井上広大と野口だとどっちがええのやろ？バットに当たる分、野口じゃない？原口の後釜埋まったな。岡田は育成上がり嫌いやから使われない予想数は小野寺。島本が育成出身やぞ。安心育成全然取らないけど有望株取れてるのすごいな。